どうも、タカヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、DAX125 のフェンダーのカスタムをやっていきたいと思います。まずね、これね、リアのフェンダーなんですけどね、メーカーはね、モトロードっていうのかな、おそらく海外のメーカーなんですけどね。で、色はね、カーボン調にしました。でも意外によくできてるというかね、カーボンではないんですけど。でね、これはね、ノーマルのフェンダーに被せる感じですね。で、取り付けも両面テープで貼り付けるだけなんで、まあ簡単ですよね。まあ、それなりに高かったんで、まあよくできてますね。で、フロントなんですけど、フロントもそのモトロードのフェンダーですね。まあ、リアとフロントを合わせる感じにしました。これもね、カーボン調ですね。でもまあ、なかなかよくはできてるんですけど、まあ、裏側見ちゃうとあれなんですけどね。まあ、どうせ見えないんで、まあいいんですけど。で、このステーをね、取り付けてって感じで。まあ、こんな感じになるんですけどね。なかなかいい感じじゃないでしょうか。かっこいいですよね。でね、まあ、これだけ取り付けるとちょっと寂しいんで、ステーだけが出ちゃう感じになっちゃうんでね、フロントフォークのこのカバーみたいなやつを買いました。これはね、メルカリで買いましたね。6500円で。まあね、発送の都合でなんかバラバラで行きましたけどね。まあいいんですけど。で、これね、今ね、14000円ぐらいしますね。だからね、買っといてよかったですね。他にもね、いろんなね、色がありますんで。これはメーカーはね、モトロードではないんですけどね。最初合うか心配してましたけど、いい感じで合うんで、まあこんな感じになるんですけど。はい。なかなかいいんじゃないでしょうか。でね、まあ組み立てていくんですけど、付属のネジやナットでは、なんかレビューだとね、緩んでくるらしいですよね。で、緩んできてね、外れたら結構な大惨事になりかねないんで、ちょっと長めのボルトとロックナットを買いまして、で、組み立てました。まあ、こうすればね、まあ、緩むってことは多分ないとは思うんで、この動画を見てね、参考にされて購入される場合は、絶対ロックナットを買った方がいいと思います。で、付属のネジだとちょっと短いんでね、ちょっと長めのネジを買ってください。で、これね、もう剥がれかけてたんで、もう取っちゃいました。はい。なかなか可愛くていいんですけどね。それではね、取り付けの方をやっていくんですけど、まずリアからね、やっていきます。まあ、リアはね、被せるだけなんでね、まあ、このね、フェンダーを外すとかね、そういうめんどくさいことはないんで、まあ楽ですけど、まあ両面テープでね、貼り付けるということで、パークリでね、綺麗にして、まあ脱脂もしていきます。で、こんな感じでつけていくんですけど、このね、ついてくるね、両面テープが本当にいまいちで、いい両面テープに変えた方が僕はいいと思います。ただ僕はそのままつけました。ちょっとめんどくさかったんで。きっちりつけたい方はそうしてください。このね、付属のね、両面テープがいまいちでね、ぷかぷか浮いちゃうというかね、ちゃんと貼り付かないんで。ただね、取れるってことはまずないので、なんていうか、挟み込む感じでついてるし、まあ僕はこのままでいきます。ただね、ここね、短いのかな。ちょっと、このシルバーが見えちゃってますけどね。この辺がやっぱ海外クオリティっていうかね。はい。
その辺はまあ塗装まではいかないですけどね、なんかカッティングシートでなんかごまかせそうな感じなんで、でも僕ねめんどくさいんでそのままですけどね。はい、まあ、気になる方はそうされた方がいいと思います。で今度ね、フロントフェンダーをやっていきます。まあこれね、ブレーキホースとかをついてたステーなんですけど、これはまあ残念ながら使えないんでこれも外しちゃいます。で、フェンダー止まってるネジね、まあ片側3箇所ですね、まあ計6箇所のネジを外していきます。まあ、そんなにね強く締まってないんで、まあ、簡単に外せると思うんですけど、でネジを外したら、まあ、そのまま引っこ抜く感じで取れますんで、まあ、傷つけないようにね気をつけてやってください。でフェンダーをね外すとね、結構このフロントフォークの汚れが目立ったんで、まあ、取り付け前にね、拭いておきます。でいよいよ取り付けていくんですけどね、まあ、とりあえずね、このステーがねフロントフォークに干渉するってことはなかったんで、まあ良かったです。正直その辺心配してたんで、でこのね赤いガードも合わせて取り付けていく感じで、うん、まあこれもね、干渉することはなかったんで大丈夫でした。まあ、とりあえずね今仮止めしてる感じなんですけど、ちょっとねこのフェンダーとタイヤの間が開く感じになりますね。特にねフロント側がちょっと上がっちゃってるのがちょっと気になりますけど、はい。でねエンジン側かな、リア側なんですけど、ちょっとねノーマルよりは短くなるんで、実際ねエンジンとかマフラーは汚れちゃいますね。やっぱその辺はねノーマルフェンダーのが機能面的には良かったんですけど、まあ、ただねかっこよさは絶対こっちの方がいいと思うんでね、うん、で取り付け完了しましたけどいかがでしょうか、まあ、こんな感じになるってことでね、まあ、参考になれば幸いですけど、この辺もねフロントフォークも触ってないし問題ないです。ここねここ止まってないんで今はちょっといまいちなんですけど、うん。でこれね125で原理ステッカーですね、これを一応貼っておきます。これ最初に買ったのはね北高のやつなんですけど、結論言うとね正直いまいちでした。なんで今はこれ貼ってないです。別のメーカーのを貼ってます。それは後ほどお見せします。でさっきね言ったこのねホースのところね、止めるステーがないんで、この配線用のこの金具みたいなやつですよね、一応それで止めました。これだと小さすぎたんでまた新たにね大きいのに今は変えてますけどね、うん、てなわけで作業は終了です。はい、いかがかな、やっぱいまいちでしょこれ、うん。でこれねガードね、これやっぱあってよかったですね。これないとやっぱ寂しいですからね、うん、はい。まあこんな感じなんですけどね、うん。でリアはねちょっとね
若干クオリティいまいちでしたけどね、うん、でもね思ったより見た目は良くなるんで僕はおすすめしますけどね。はい、それではね広いところで見てきたのでその時の動画をご覧ください。はい、フロントとリアのフェンダーをカーボン調に変えましたということです。はい、全部合わせるとねなかなかの値段しましたけどまあいいでしょう。はい、どうでしょうか。なかなかなんていうか締まりが出ましたよね。うん、でフロントねこれもなかなか似合ってますよね。うん、いいじゃないですか。でこれねまあカーボン調なんでねまあその辺はしょうもないんですけどまあそんなに悪くないかな見た目は。うん、あとここのステッカーねやっぱ変えました。ライコランドで売っててねモンキー用がそっちに変えたのでちょうどよくてね。うん、最初に貼ったやつちょっとダサかったんでこれならいいでしょう。うん、ちょうど合うというか。でリアもね、シール変えまして、うん、でリアの方は被せてあるだけですからねこれパタパタしちゃってますけどまあいいかな。まあ走行中取れるってことはまずないと思うんで、うん、まあここがちょっと気になりますけどまあ塗るほどでもないかな。なんかカッティングシートの黒かなんかで貼ればわかんないかな。まあめんどくさいんでそのままにしてますけどちょっとカポカポしてますか。まあこのままで、うん、いいかなって感じで。で色はね、いろいろ選べるんでねこれねフェンダーこのダックスに合わせて真っ赤にするっていうのもありだったかもしれないけどね、うん、あんまり真っ赤すぎてもなと思ってやっぱ俺はカーボンにしてよかったかな。締まりが出ましたって感じです。いかがでしょうか。ちょっと一周回って見ますけど、うん、はい、まあこんな感じってことで、はい、フロントとリアのフェンダーを変えましたという動画でした。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。にぎにぎぐし。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。